5時15分に FM 沖縄だ、FM 沖縄に出るんだけど、今もうちょっと来てるんだけど、スタジオ。まもなく始まる。うん、FM 79.7。9.7。ぐりぐり回したら出てくると思う。あ、動画でも見れるって言うんだけどさ。ツイキャスで調べて、79.7。FM 沖縄をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。この時間は 79.7MHz FM 沖縄よりサザンブリーズをお送りします。水曜日の担当は FM 沖縄スタッフのメグです。よろしくお願いします。今日もトロピカルビーチから放送をしております。今日はですね、波が高くなっているようですね。かなり今日は風が強いので波が高くなっているようですが、たくさんビーチにも、お客様いらしていただいております。今日は、宜野湾トロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオより生放送でこの後6時まで放送しております。皆さんよろしくお願いします。さてさて、今日はですね、相方のせいやくんは実はお休みをさせていただいております。もうね、ツイキャスの方でコメントどんどん入ってるんですけれども、せいやくんね、ちょっと体調を崩してるということなのでお休みをさせていただきまして、今日はメグ一人放送になりますが、皆さんよろしくお願いします。さて、トロピカルビーチなんですが、そうですね、7月8月と比べるとやっぱり日差しが穏やかになってちょっと秋を感じてきたなと思うところなんですが、今日は中秋の名月、十五夜の日ですね。ということで今日のテーマは最近秋だなと感じたことというテーマでお送りしたいと思います。最近秋だなと感じたことを皆さんメッセージ、メールお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 数字の 797@fmginowan.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。ツイキャスの方はですね、ツイッターでどしどしツイートしてください。よろしくお願いします。サイマル放送の方はパソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。完全全編同時放送でお送りしております。さて、今日1曲目ここでお送りしましょう。少し懐かしい曲になりますが、サカナクションで三日月サンセット。クリームさん、こんにちは。みやちゃんさん、ありがとうございます。パリマルさん、こんにちは。今ね、ツイキャスのコメントがどんどん入ってきてます。で、ここの声は聞こえてるのでみやちゃんさん、こんにちは。パリマルさん、どうも。今日はね、せんとくんお休みなんです。お世話係、お疲れ様でした。ありがとうございました。聞いてねくださったんですね。ありがとうございます。はい、聞こえてます。宮茶さん、ありがとうございます。放送では音楽が流れてるんですけど、こっちの動画の方はこの声が、舞台裏の声が聞こえてます。今日はゲストさんにお迎えしておりますので後ほど紹介しますね。こんにちは。こんにちは。美男美女でお送りしますよ。
近いですね。なんかドキドキしちゃいますね。おお。彼はルカさんです。ルカさんです。イタリア人。はい、フィレンツェから。フィレンツェから。はい、そうそう。かっこいい。トスカーナ市。イタリア人の方って鼻高いですよね。そうですね。ルカさんもない方で。あ、そうなんですか。ルカさんね。specialmente i toscani hanno il naso come Dante. Toscana è Dante, Dante zoo みたいな。Dante zoo みたいな。そういうイメージ。この時間は 79.7 メガヘルツ FM 宜野湾よりサザンブリーズをお送りしております。さて、ここでお天気と道路交通情報をお伝えします。本日4日、この後のお天気ですが、北の風やや強く、後北東の風やや強く晴れ、夜は曇りです。波は 2.5 メートル。この後の降水確率は18時以降 20% となっております。日中の最高気温は31度の予報です。続いて明日5日、北東の風やや強く、後東の風やや強く曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雨の予報です。波は 2.5 メートルから後3メートル、少し高くなっています。降水確率は午前中の確率が 20% から 30%、 午後の確率は12時から18時まで 30%、18時から24時が 20% となっています。朝の最低気温は26度、日中の最高気温は31度の予報です。沖縄本島地方の沿岸の海域では5日にかけて波が高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近では高波にご注意ください。続いて道路交通情報です。まず沖縄自動車道です。沖縄自動車道、現在混雑は特に見られません。スムーズに流れているようです。続いて、宜野湾市内の道路交通情報をお伝えします。現在県道31号線王者名から前原に向けて、そして前原から王者名に向けて、両方向長い渋滞が発生しております。こちらは坂になっていますので、皆さん十分気をつけて運転をしてください。そして公営交差点付近でも短い渋滞が発生しております。その他のところは今現在スムーズに流れているようです。今日も車間距離を十分にとって、そして心の余裕を持って運転をお願いいたします。以上、お天気と道路交通情報でした。それでは CM の後、ゲストさんをお迎えしたいと思います。
CM の後紹介しますね。あ、お願いします。はい、それぞれマイク持っていただいて。じゃあ声綺麗ですね。どうしよう私うちの兄貴から連絡でも日本語大丈夫かって言われて大丈夫です。あ、そうですね、スタジオだとあるんですけど、こっちがテストです。今日のゲストはこの方々です。マイクに向かって自己紹介お願いしますと来るので、そこで軽く喋ってください。時刻は午後5時11分、まもなく12分になるところです。この時間はギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオより FM ギノワンサザンブリーズをお送りしております。さて続いてはゲストのコーナーです。本日も素敵なゲストさんにお越しいただいておりますのでご紹介しましょう。それではそれぞれマイクに向かって自己紹介でお願いします。うん、こんにちは、はじめまして。はい、特選オリーブオイル専門家の、中本純子ラストルッチです。中本さん、はい、そしてこんにちは、私がルーカラストルッチです。よろしくお願いします。ルカさん、よろしくお願いします。今日はですね、このお二人に、お越しいただきましたが、お二人は、特製オリーブオイル専門家オリーブオフシャリマさんよりお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。久しぶりですよね。はい、ちょっと今日はちょっと久しぶりです。ちょっと久しぶりにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。1年ぶり1年ぶりぐらいですかね。はい、去年も10月ぐらいでした。そうですね。はい、今日はですね、トロピカルビーチから放送なんですけども、どうですか？めっちゃ綺麗ですね。この時間。シナリオは綺麗です。綺麗ですよね。この海をね、ビーチを見ながら放送しておりますのでね、見とれてしまいますが、はい、今日はですね、このオリーブオイル専門店ということなのでですね、オリーブオイルについても詳しくお伺いしたいなと思ってるんですが、まずこのお店、どんなお店ですか？ご紹介いただけますか？はい、オリーブシャリは、イタリアから直輸入のオリーブオイルを、はい、私とこのルカさん、私の旦那さんが、はい、直輸入をしておりまして、イタリアの製造工場から、ここのシャリマまで、そのまま直接。直送ですか？直送です。へえ、すごい。はい、安心安全ということで、はい、アドバイザーもショップにいますので、はい、疑問に思ったことですとか、うん、オリーブオイルはどうやって使ったらいいかとか、そういった全体のアドバイスというのもお客様に差し上げています。そうなんですね。私オリーブの実もオリーブオイルも大好きなんですよ。あ、そうですか。はい、大好きです。いろいろ試飲とか試食もできますので。あ、本当ですか？はい、しておりますので、ぜひいらしてください。その直送っていうことなんですけど、はい、ルカさんはもともとそういったお仕事だったんですか？で、私エビ、私エビセントリコシテロ、in realtà no, io ho fatto un altro tipo di lavoro, ma l'olio d'oliva
da sempre ha fatto parte della mia vita e l'ho studiato molto prima di intraprendere questo mestiere. オリーブオイルが専門的に絞られる場所ですので、オリーブオイルは勉強でなく彼の中で、昔からやっぱり、昔からの勉強というか生まれながらに持ったものですね。 ファッション業界からは少しだけ離れて、食の世界にも入ってます。ああ、そうなんですね。へえ、かっこいいですね。じゃあもうイタリアにいた時からもうずっと食べてるので、もうね、日常でもうオリーブオイルと接していたということなんですが、健康ですよ。ああ、やっぱりオリーブオイルってその 体にどういう影響がありますか？そうですね、やっぱりビタミンも豊富ですし、ビタミン豊富。やっぱりオリーブ、いろんな食材のこの組み合わせによって体に吸収しやすかったりされづらかったりとかいろいろありますけれども、オリーブオイルはこう中和をするということで、体の中に入っていく、体の中の悪玉菌を体の中から排出してくれるとか、そういった感じで、やっぱりポジティブなことがすごく多いです。 なるほど、何いいんですね。何しろお食事が美味しくなるので、トマト嫌いお野菜嫌いの子供がオリーブオイルをかけることによって食べれるようになったのって、やっぱり喜んでくださるお母様方も結構多いので、おすすめです。なんかそのいろんな食べ方を教えていただきたいんですけど、おすすめの食べ方、使い方ってありますか？オリーブオイルって炒めても 美味しいし、栄養もあるし、炒めても生でも、それから味噌汁に少し加えてあげたりとか、味噌汁に使ってはいけないというところがほぼないので、本当にいろんな日本食にも合いますし、使っちゃいけないとこのようにドバドバあちこちですけど、サラダとドレッシングはもちろん。毎日の食卓に使ってらっしゃいます？もちろんです。 そうなんですね。やっぱりあの風味がいいですよね。そうですね。オリーブは食べるだけでなく、やっぱりあのイタリアの女性はこの美容にもやっぱりすごく、美容にはイタリア人はすっごい力を入れるので、化粧としてクレンジング代わりに使われたりとか、あとまあ日本だと椿油をよく髪の毛に使いますが、イタリアではオリーブオイルをやっぱり髪の毛につけます。そんなに身近なんですね、イタリアだと。そうですね。だからあの使える場面、オリーブオイルがないと生活ができないっていうか、過言ではないからですね。そんなにですか。イタリアのがトスカーナ州に限ります。じゃあ、そのオリーブの畑とかもいっぱいあるんですか？トスカーナ州っていうのは。ありますね。見るべきです。とっても素敵です。 オリーブの実は木になってます。その中でも60%から70%はイタリアで生息しているオリーブの木と言われています。それがもうトルコだったりとか、スペイン、フランス、いろいろありますけど、上質と言われているのがイタリアとトスカーナ州のオリーブオイルと。 そうなんですね。そんなオリーブが身近に感じられるオリーブ専門店が、実はですね、FM技能の真向かいにあるんです。そうなんです。ご近所ですね。ご近所ですね。ご近所で向かいのね、建物おしゃりまさんの2階にあるんですけれども、そこでですね、実は楽しそうなイベントが開催される舞台です。こちら教えてください。毎回皆さん楽しみにされている、パン屋さんとのコラボなんですけれども、那覇の泊まりのベルツリーさん天然酵母ベーカリーさんの、
とベルツイさんの美味しいパンを使って、はい、ピザパン単ピザイベントっていうのをちょっと企画しておりまして、パンピザイベント、はい、自宅で簡単美味しい、パンピザイベント、10月の9日月曜日、はい、11時半から6時半まで、で、まあ、高級日ということで、はい、あのお子様連れですとか、まあ、デートの方でもいいですね。シャリマの2階で無料試食会をしますので、うん、無料なんですか？でも無料です。彼らのパンを使って、そしてあのルカさんの家庭、60年以上続いている家庭のトマトソースをルカがその場で作ってくれるので、はい、それをパンに、はい、伝統の、はい、それにあのチーズを乗せたり、ね、チーズを乗せたり、いろんなトッピング式で、あのパンはお菓子じゃなくておかずになりますという食べ方をですね、少し皆さんにあの伝授できればなと思って、これが企画をしてます。食パンを使ってピザを作るんですよね、はい、食パンとあのフランスパンですね。フランスパン、はい、彼らも天然酵母ですよね、はい、一切あの添加物を使ってないパンで、あの冷凍保存も効いてて、私たちはもう冷凍の中は彼らのパンだけしかないって、それとうちのオリーブオイルでめっちゃ相性が合うんですよ。はい、美味しそう、まあ、ぜひ皆さん、あ、入場無料なので、ね、ぜひお祭り感覚で、はい、徐々に来週の月曜日祝日なので、はい、家族でね、ぜひいらしていただけたらと思います。こちらの詳細が10月9日月曜日、朝11時30分から夕方の6時30分までです。場所がシャリマの2階、オリーブオイル専門店オリーブオブシャリマさんで行われます。なんと入場無料なので、ぜひぜひ皆さんご家族でお誘い合わせの、こちらご参加いただけたらと思います。そしてそして、来月にもイベントがあるとお伺いしましたが、はい、はい、来月の11月の25日ですね、ちょっと土曜日になりますが、はいはい、今年でちょっと2回目なんですけれども、はい、イタリア食文化フェスティバルと申しまして、はい、世界中でイタリアの食文化というものを、うん、広げていこうという政府の、企画がございまして、はい、まあ、イタリア政府協賛でですね、ちょっと沖縄はオリ私たちオリーブシャリマが選ばれまして、はい、素晴らしい、はい、マルコ先生ね、マルコ・マッセタニアのイタリア領事の、はい、料理事部 の、 先生のお力をちょっとお借りして、はい、そういったのイベントに参加させていただくことができまして、でそれが入場無料です、ね、入場無料で無料試食会というのがあって、はい、この時も天然酵母ベーカリーのベルツリーさんのパンと、やっぱりイタリアといったパンはパンとオリーブオイルは離せない、離せない、離せない、仲良しなので、はい、でそしてイルコーレさんのイタリア料理のシェフなんですけども、はい、彼の助手を彼にしていただいて、はい、このイベントの無料試食会をやります。へえ、これがイタリア食文化フェスティバルっていうことなので、はい、食がたくさんあるんですね、はい、イタリアからのシェフを招いて、いろいろ準備をしていただいて、はいはい、やっぱりイタリアですので食と芸術、音楽というような感じで、五感を使って楽しい食卓をというテーマなんですけど、はい、うん、じゃあイタリアは音楽だったりとか、はい、芸術、芸術、それから写真だったりですか、写真だったりとか、はい、これはまたうるま市、ジウラウルマ市人文館で開催いたします、はい、1日ですので、はいはいはい、皆さんちょっと、ズボ合わせるの難しいかと思うんですけれども、うん、もう来る価値あるんで、ぜひです、ですね、11月25日、はい、ということです、うるま市で開催されます、はいはい、これもまた近づいてきたら詳しくね、はい、ご紹介、ね、はい、お問い合わせは、まあ、オリーブシャリマの方にお問い合わせをして、はい、はい、あとこちらも、あ、はい、じゃあすいません、ちょっとこれはい、イタリアのシェフが沖縄で講習会を、シェフが、はい、無料講習会というのをなんか提供してくれるらしくてですね、今年の11月今このイベントの前に、はい、沖縄県の調理師専修学校、はい、それから飲食店経営
営者、はい、それから料理教室などに携わる方々を中心に、うん、イタリアの食文化と沖縄の食文化の架け橋になることを目的とし、現役のイタリア人シェフガブリオ・デイシを招いて、まあ、通訳をつけながら私通訳しますが、はい、イタリアの伝統料理を学べる機会講習会を作りたいと考えております。はい、で開催にあたり講習料金などは一切いただきませんが、会場をそれから食材などをご用意していただくということがちょっと条件で、はい、あの彼の技術はものすごいので、それを無料で沖縄の方に提供してくれるという。すごいですね。そのイタリア人シェフのガミリュさんがいらっしゃるということで、はい、この講習会を開催したいという専門学校だったり、はい、あと経営者だったり、とか料理教室ですね、はい、大募集ということ大募集ですね、はい、でこれが、まあ、日時が11月の19日、20日、21日、27日というような感じで、まあ、ちょっと詳しいお問い合わせはあのウィーブオブシャリマの方、シャリマの方までご連絡していただいて、はい、あの詳しい情報を、まあ、ウェブにも載ってるんですけど、はい、なかなかね、はい、本場のシェフから教わることってできないと思うんで、ね、この機会にこのイベントの前後にいらっしゃるということなんでね、はい、ぜひ皆さん参加してみてください。はい、たくさん、ご紹介いただきましたが、はい、お問い合わせ先の方をお伝えいただけますか。はい、お問い合わせ先が、特選オリーブオイル専門館オリーブオブシャリマ、10時から7時まで営業しておりまして年中無休です。で電話番号の方が892-8555 892-8555になります。はい、こちらの方に詳しくはお問い合わせください。はい、こちらの来週月曜日のパンの、はい、パンピザイベントなんですが、はい、これ予約とかいるんですか。あ、ないです。ないですか。直接行っても大丈夫。はい、直接、はい、行かせてください。いいですね。ルカさんもね、手作りソースもありますので絶対美味しいですね。はい、絶対美味しいです。絶対美味しいです。行きました。本当、はい、私も参加したい。あ、ぜひお待ちしております。はい、はい、オリーブオイル見に行きたいと思います。ありがとうございます。いらっしゃい、お願いします。さて、そろそろ時間になってまいりましたが、はい、ぜひリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、皆さんのご期待に添えるようにこれからも頑張っていきますので、はい、あのシャリマの記事の方ともどもよろしくお願いいたします。はい、いろんなたくさんイベントをしてますので、あのウェブページも、はい、オリーブオブシャリマありますので、そこからいろんなイベント情報だったりセールの情報だったりいろんなことがありますので、ウェブでもお買い物できますので、はい、ぜひあの先ほどの電話番号に問い合わせしていただければいろんな情報が。はい、ぜひウェブの方もチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本日はオリーブオブシャリマさんからルカさんと中本さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。また YouTube にアップされるので、はい、じゃあ見てみます。ありがとうございます。 YouTube いつ頃出ますか。明日ぐらいにはアップされます。ちょっと前に YouTube でも撮りましょう。ありがとうございました。じゃあまたあのイベントの写真を送りますね。こういった感じで送ったらいいんです。